내 미소에 난 취한 것 같아 자꾸만 웃음이 나 어린아이 장난 같아 は一星くんが沖縄にバトルで行ってるのでポンちゃんと2人です。私が明後日から明日だ明日から韓国に行くということで、あのいっくんとねすれ違いになっちゃうんですけど、ちょっとねキーマカレーを作って置いといてあげようかなと思うので、今からポンちゃんとお散歩がてら散歩スーパーに行って買い出しをして、ヤベユーの特製のキーマカレーを作ろうかなと思います。あ、ポンちゃん待って、一回お米だけ炊かして、私もキーマカレー作って、ポンちゃんよく頑張ったね。ちょっともう暑いね、そろそろお昼は。今日はこの後、幕張のナイトプール、ホテルニューオータニのナイトプールでレセプションのパーティー、オープンパーティーがあるので、もうちょっとしたらその準備と、あと韓国の準備もしなければいけない。キャリーケースです。なんか私が持ってたでかいキャリーケースが結構ボロボロで、新しくね色が可愛くて人と被らないようなスーツケースが欲しいなって思ったので、このオレンジの大きいスーツケースを新しくゲットしました。明日からね2泊3日で短いんですけど、まあ仕入れとかちょっと可愛いお洋服あったらいっぱい買ってきたいなって思うので、このサイズのキャリーケースでいきたいと思います。これは夜帰ってきたら準備する。で、今からナイトプールで DJ って言ったんですけど、一応ちょっと私も水着を着てっちゃおうかなって思います。もしかしたら入れるかもだし入れないかもだけど、これは韓国のブランドの水着です。去年あんま着れなかったので今年着れたらなと思ってます。着てみます。こんな感じ。これにスカートを履いて、あ、かわいいじゃん、めっちゃかわいい、いい組み合わせかも。背中がバージュだけど、かわいい、これでいこう。すいません、ホテルニューオータニの駐車場のところお願いします。いつもご利用ありがとうございます。ご乗車お客様の駐車場の方ですね。はい。でもね、今日私がすごい好きなスタッフさんがいないみたいだから、ちょっと DJ がプールに入れるか分かりませんが、水着になって DJ をしたいと思います。でもここの唯一の欠点が蚊がいっぱいいるの。毎回ここで DJ すると蚊に刺されがすごくて、さあ今日もどれぐらい刺されますでしょうか。今世紀最大に美味しいビールかも。ブルーノマーズとかかける？
horizonte. El calor no me hace nada. El amor me mata el alma. Ayo gozaimasu. 結局朝になっちゃった。もうね、あと30分ぐらいで行かなきゃなので、とりあえずキャリーケースに積んでいきたいと思います。まあ、あんま荷物はないんですけどね。もう韓国行くときは荷物持たなくて全然大丈夫。今回も時間がたっぷりあるので、まあ2日間なんですけど、行けたらトンデムンの方に行って仕入れもしたいなって考えてます。荷物にならないこういうワンピースとかを一応持ってって、まあ着るかどうかは向こうで決めます。ふーちゃんよく起きたね、うちら起きれないと思ったね。起きれたね。パスポートをね、忘れないように。部屋着です。部屋着も持ってきます。今回ホテルがいつもあのミョンドンとかあっちの観光地の方に泊まってたんですけど、今日はカンナムの方に泊まるので、ちょっと初めて泊まるホテルにしてみました。もうすごいいいホテルで、ホテルがすごい楽しみ。なんかルーフトップバーとかレストランとかすごい充実してるホテルにしてみたので、全部を楽しんでいきたいなと思っております。あとトゥースジェム、この今歯につけてるトゥースジェムも新しく付け替えようと思ってて、韓国の本殿にあるね、あのすごい有名なトゥースジェムの中でも有名なお店があるんですけど、そこを予約してるのでそこに行こうかなと思ってます。結構韓国のアイドルとかがやってるのかな。そう、私がずっとね行ってみたいなって思ってたトゥースジェム屋さんが予約したら普通に一般人も行けるとのことだったので、インスタの DM で、英語で連絡をして、明日のね夕方に予定を取ってます。なのでその辺も Vlog で撮りたいなって思ってるのと、あとさ韓国でさすごいさ有名なさ本屋さんみたいなファッションモール分かります？みんな震災駅の近くにあるのかな、コネックみたいな、なんかなんて名前か忘れたけど、そのショッピングモールがホテルからめっちゃ近いところにあるらしくて、そこも行きたいなって思ってる。荷物少なすぎおいちゃん荷物少なすぎ。まあいいよね。ということで今日から韓国に行ってきます。ぽんちゃん行ってくるよ。次回の動画は韓国旅行 Vlog が上がると思うので、ぜひ皆さん楽しみに待っててください。ぽんちゃん留守番よろしくね。使われてるほど新しかった。待って、やばい、間違えた、やばいやばいやばい、やべゆうなです。はい、ありがとうございます。行けるんですかね。切りなので、はい、次の便で、うわーやばいやってる、はい、あの続きはありますので、ただちょっと健康の方が、ご移動のパスポート購入いただいてるので、ちょっと航空会社では変更ができかねるので、はい。